らが商談ルームでございます。こちらがコレクションコーナーとカフェカウンターでございます。こちらではごゆっくりおくつろぎいただけます。まだこれから発展する町だと思います浦和美園というのは。今のところ、おっしゃったように高速鉄道が浦和美園のちょうど終点なんですね。これがもう少し伸びていくと思います。ただその間にお客様、この中の世帯がどんどんすごい勢いで増えていくと思いますので、ショッピングモール、イオンが大きいショッピングモールがあったり、この先にももう一つ来年の春にショッピングモールができます。そういうのがございまして、やはり発展途上の街、東京に都心に近い発展途上の地域だと思います。そのお客様はやはり日本車を乗りのお客様が意外と多いんです。それとやはりまた越して来られている方も大勢いらっしゃいます。そんな中で新しい世代のご家族、お客様が大勢いらっしゃいます。ですからそういった方たちに向けて、メルセデスでいう NGCC、 A クラス、 B クラス、CLA、GLA といった車種をぜひご紹介していきたいと思っております。ご家族でお見えになられるお客様がやはり多いんですね。小さなお子様を連れられて、でご夫婦でお車を見られて、そうするとやはりスタイルのいい CLA とか他の車をまずはご覧になるんですけれども、実際ミニバンを乗ってらっしゃるお客様とかも多くお見えになられて、そういったお客様にとってサイズ感とそれと使い勝手の良さ、室内の広さを考えると、何台か見られたうちの最後 B クラスでご家族皆さんお乗りになられるんですね。ドアを開けて、やはりそうなると現実的に、あ、この車だったら乗れるかなっていうようなお話をするケースが多くなってます。やはりそうですね、私の感じた限りでは半分以上のお客様は新規でお見えになられて、B クラスに目が止まっていると思います。ぜひお見えになられましたら、ここのカウンターにお座りいただきたいと思うんですね。点検とか修理でお待ちいただいている1時間とか、本当何十分とかの間でも結構ですし、実はこことても居心地いい場所でして、意外とこう全部見渡せちゃうんですね。新車の方と窓が大きく開けてますから、光もとても入ってきますし、でパッと見れば、あ、自分の車がもうすぐ出来上がってくるのかなっていうのも見えます。でちょっと奥みたいに見ていただくと、中古車が私どもの35カーセンターの中古車がこうずらっと見えるんですね。とてもここは見渡しのいい場所で、見晴らしのいい場所で落ち着いて座っていただけると思います。なんでしたらこちらでお待ちいただいている間、ラップトップのパソコンを開いて、電源ございますから、コーヒーでも召し上がりながら、ちょっとお仕事ございましたらこちらでお過ごしいただいても十分できますし、またスタッフと気さくにお話しいただいても結構ですし、営業担当に何かこういい車ないかいっていう話でも、隣に座っててもお話しいただくと結構いろんな情報がもらえますから、ぜひここをご利用いただければと思います。サービススタッフは全部で6名で体制をとっております。受付スタッフは3名になりまして、他の業務と兼務はしておりますが、お客様にお目をかけることないように、3名でしっかりと体制をとっております。
現場のスタッフに関しましても同じように3名の体制をとっておりまして、比較的若いメカニックを採用して新しい技術にも対応できるような体制を整えております。工場、作業スペースに関しては、全部で合計で6台入るようにはなっております。でリフトに関しては通常のリフトが3機、それから車検の検査ラインですね、を合わせたリフトが1機あります。でもう2つのスペースに関しては単純に作業スペースといいますか、が2つありますね。まだ新しくなって新しくできたばかりのお店なので、いろいろみんなで助け合いながら、スタッフも助け合いながら、毎日毎日過ごしている状況ではあるんですが、一番大切にしたいことはやっぱりお客様にとって居心地のいい空間と、メルセデスを楽しんで乗ってもらいたいっていうところが一番大切だと思うので、それに向けて我々は精一杯ちょっとやっていきたいなと思ってますね。